今日はですね、このね、ヴェルディがですね、天皇杯で勝利したの。はい、リディアです。今日はヴェルディが天皇杯で勝利したのを記念して、なんか、イーフットボールっていうヴェルディが使えるゲームで遊んでみようと思います。よし、ちょっと待って。ちょっと待ってね。よいしょ、一瞬調子悪くなってしまった。戻ったかな。よいしょ、勝った。ということで、クシナダさん、ポルターガイストさん、ボコさん、鳥取県民さん、ブループードルスさん、こんにちは、こんにちは。ということで、じゃあ、ヴェルディ縛りで遊んでみようかな、と思います。これ、オンライン対戦やるとね、すごい強い人と当たるので、まあ、たまにはオフラインもいいかもしれない。よいしょ。よいしょ、はい。そう、元、ウイーレです。よいしょ。はい、ノブさん、こんにちは。ケンケンさん、こんにちは。勝ったー。よいしょ、中川さん、こんにちは。ケルプさん、こんにちは。すごい、素晴らしい勝利でした、ヴェルディ。ということで、それね、いろいろ語りつつやっていこうかな。青空さん、こんにちは。こんにちは。です。このね、イーフットボールが、いまいちよくわかんないんだけど、つわちょいさん、こんにちはー。やはーい。これ、確か最初にね、ゲーム設定で、コントローラーで、設定を、よいしょ。プリセットから、一瞬、オプショナルに変えないと、いけないっぽいよね。これでフィーファと同じになるはず。鈴木さん、こんにちは。ミッションが消化するといいのか。よいしょ。はい。アニャリリア、アーニャじゃないよ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。そこ、これ、サウンドは、オフにしとこう。よし、よし、よし。いや、鈴木さん、こんばんやーって。I'm sad because、よいしょ。フロンターレ、ロストヴェルディ。いつもなんかリディアが応援してるチームの反対を応援してないですか？でも、大事なのに、よくわかりますね。そういうのすごいね。一見日本語通じてないように見えてちゃんと分かってんだね。よいしょ。これどこから試合すればいいんだっけ？これで、トライアルマッチ。オプション。よいしょ。これトライアルマッチだと、オフラインしか、アチーブメントか、アチーブメントね。メルボさん、コンリラ。イエーイ、ヴェルディ勝利したよ。やったじゃん。いや、もう今日はもう、タレボか。みんな、全員でハードワークして。素晴らしい。一時あった。ヴェルディやるならドリームチームか。これか。うそ。よいしょ。これかな？ふん。イベントかな？キングリフィーさん、こんにちは。こんにちは。これでいいのかな？嘘、やったー。AI と試合をして。これで OK。嘘、本当に今日はめっちゃ嬉しかったです。なんか、相手、AI だけどめちゃめちゃ強いよ。プレミアリーグのクラブじゃないですか、相手。いや、おいしそう。
ていうことで、パッと見なんちゃってアジスタ、いい夢が見れそう。今日ね、もう今年で一番嬉しかったですね。見てみて、この左のね、ちゃんとね、ヴェルディのユニフォームをね、ロゴを取ってますね。ロゴ?うん。もうセカンドもあるよ。よいしょ。まあ、個々の力ではね、もちろん川崎フロンターレさん、素晴らしかったと思う。まあ、個々の力では、もうね、ほんとね、フロンターレさんが、素晴らしいチームだなっていうのを疑う余地がなかったと思います。よいしょ。マテウス能力53なんだけど、タカニワの方が強いんだけど、最近試合出てないからな。うん。うんそ。ここ貢献にしとくか。マテウス、能力低すぎじゃない？ちょっとアルハンも最近試合出てないからな。サイドバックがいなくないですか？サイドバックが、マジでいない。よいしょ。山越さんが60でめっちゃ高いですね。使ってみようかな。よいしょよいしょ。うん。ヤジンさんこんにちは。絵文字増えーっていう。貝柱さんこんにちは。やったー今日は。ということで、ヴェルディの使ってみます。よいしょ。ベンチメンバー。これバスキスかな？これが最近の基本。うん。ポジション適性が割と現実離れしてる時がある。確かに、こんなに低いとは。よいしょ。低いな。うん。よいしょ。まあ、とりあえずやってみます。うん。今日のマテウスマジでブラジル代表だなって思った。監督がちょっと堀さんのままになってますが、上福さんは取れるのかな？チームスタイル、ポジション、選手の指示、サブ戦術特になし。うん。よいしょ。ということで、ちょっとね、いいフットボール。やっぱこのユニフォームだ。あ、クロノちゃん、こんにちは。あ、なんか、これ無音だね。来てくれてありがとう。いや、今日は、ヴェルディ、川崎フロンターレに、もう素晴らしい勝利だったっていうのを、もう語ってきましょう。ついに開幕したこのコンペティション。あ、このカビラさんの声って入ってますか？戦いの始まりです。嘘。この時間は、東京ヴェルディ対ブライトン、うん、こちらの一戦をお届けいたします。いや、ほんと素晴らしい。東京ヴェルディウィン 1-0 川崎フォンターレ、わーい。まあ、そういう時もあるでしょう。今夜のゲーム、ネスタラブさんスーパーチャットありがとう。ネスタラブ、ネスタラブ、ネスタラブありがとう。キーちゃんの実況も聞こえる。ちょっと小さめだけど、まあ、こんなもんでしょうと。ちょっと声がかすれてる。叫びすぎたかもしれない。若干叫びすぎたかも。でも攻撃の起点を作れるってことですね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手が、まあね、このね、顔の再現度はね、低いですね。センターから起点を作って得点の機会を作りたいってことですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。そう、あるあるさん、こんにちは。でそこからこれはね、あれだね、あのウィーレですね。ウィーニングイレブンが名前変わった。前はウィーニングイレブンって言ってたのが名前変わりました。ちょっとパスがね、 FIFA よりも難しいんだよね。お、取れそう。いいよいいよいいよ。いそう、はい取れた、はい取れた。
サイドの紹介です。だいぶカメラが引き気味だね。右のエンドを守るのはブライトン、対して左のエンドを守るのはヴェルディと、よそよそ、おうおうおう、レーンが被ってるよ。隣のレーンに行って、ちょっと一旦当てるね。戻して、あそこじゃないんだ、パスがむずい気がする。よそ、梶川、さあ一人で持っていく、よっよっ、そっちかい。荒井、ここから惜しい。カメラ設定なんかちょっとパス難しい ね。週末のリーグ戦も見に来ます、ありがとう。よいしょ、嘘、よしさんこんにちは、ベックさんこんにちは、ケケケジーさんこんにちは。よいしょ、まあ、CPU 戦ですね今。よいしょ、 CPU 戦だからまったりやれるぞ。まあでもこのぐらいの方がパスを回すにはいいかも。おお、全然プレッシャーに来ないぞ。いくらなんでもプレスにこなすに。うんそうんそ、アリステル、さあカウンターのチャンス取れた。ちょっと相手あまりにもプレッシャーにこなさすぎる気がする。裏のスペースを狙う、これ決まったでしょ。あー、うそー、あ、決まった決まった、うそ、なんかいい感じに決まった。うん、いやー、よく反応しましたね。やった、土地にもすごかった。これトレーニングモードな感じですね、な感じだね。よいしょ、 CPU レベルちょっと一番下なのか、さすがにこれは勝てますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、全然ボールを取りに来ない。うそ、うそ、自分たちのサッカー、ブラジル、ブラジル、ブラジル、よいしょ、よいしょ、うん、よいしょ、ヴェルディは左サイドバック定着してないから。そうそうそう、 GK がボール持ってる時以外は全然プレスが来ないですね。で、ベルディがこんなにプレスが緩いとは。さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。いよいよ、いよいよ、そう、イーヌさんありがとう。で、ノーハイ勝ったね、いい感じに勝った。で、ノーハイ、いよいそう、いい感じに勝ったと思います。まあでも本当ね、川崎さんの方がトータルの力では上だったなって感じました。あら、当たり前なんだけど。よし、そう、お、入った、おう、追加点、ベルディ、ちょっと今練習だからね、練習練習。決めてきました。よいしょ、そう、負けたけど中継ない試合だったから見に行ってよかったです、ありがとう。スカパーではね、やってましたよ、スカパーでは見てた。リリアも、リリアもスカパーで見てた。次の天皇杯、そうそうそう、ジュビロにリベンジできるといいな。ジュビロにリベンジしたい。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。これはさすがに簡単に崩せそう。トロサール、よいしょ、ね、これ空いてますから ね、 ちょっと操作になれたら、ボールが繋がる、おっと、操作になれた。ジュビロとの試合ではジュビロね、追いつけませんでした。ジュビロね、去年も対戦したんだけど、4年前とかかな。あ、マリノス土地には中継もなかったの、マジで。え、NHK でやってたんじゃない？ NHK でやってたって聞きましたよ。気のせいですか？多分スカパーではやってなかったけど、NHK でやってたはずです。でも、何にもなかったとこもある？来た、かわす。あ、ごはん。よいしょ、レフリー、いや、キーちゃんとかね、チャンネルにいつか呼びたいなと思って。そこつながるんかい。
ね、ちゃんとの再現具合。じゃあ NHK も地方によって違うのかな。でしょ、お、簡単に入ってしまう。そう、そう、 YouTube でも中継してたとこありましたね。YouTube で中継してたの、確か清水と何かだったかも。バウロットゥーラさん、こんにちは。どうもどうも。いよ、全部奪えてしまう。いよ、いよ、スルーパスの練習をしよう。フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。ひよいそう、YouTube も NHK もなかった。マジで。やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、 NHK のハイライトだけだったのかな。うん、っていうかベルディの選手スタミナなさすぎれば大丈夫かな。よいしょ、深澤、よしそう、あ、よしそう、あ、よしそう、よしそう、うん、スタミナがスライディング引っかかったし、よしそう、この強さだと浮いちゃうんだね。ラウンド16タイヨロです。コマさん、こんにちは。個人にボタンはあるのかな、 R スティックなのかな。そこは FIFA と割と同じかもしれない。よいしょ、よいしょ、じゃあこれを、自分で行く、よいしょ、フィーファとは違うね。これどう、入った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 、リスペクト。ああこういうなんか、なんか相手を煽らない感じのパフォーマンスもあるんですね。お、ジョエル・チマン、帯同、昨日の時点で帯同する。そう、帯同、マリノスにってこと？よそう、よいそう、よいそう、うん、取れた、取れた。よし、くさび。おいそう、ここで持ったときにさ、ミニサイドに誰か上がってきてほしいんだよね。パスが、パスがフィーファに比べてちょっと難しいですね。よいしょ、ちょっと CPU が、ここでリヒト君怖いんで出さないでください。わかんない、天皇杯はどういうメンバーで。割とね、アンカーの位置はね、今日も若いし、もっと若い人を使ってたから出さないかもしれない。アンカーは大卒ルーキーとかかも。クレジャがおる。ホワイトエブドックさん、こんにちは。もう課題をやる前に LK で相手についていくと。これさ、このゲーム無料でねできるからね、ちょっともうちょっとやってしたいよね。ファウルかーい。嘘、クイックリスタートかーい。あ、なんか今トリッキーなヒールターンをやったよ。ここは間合いを取る。よいしょ、はい、取れた、取れました。加藤、ひよっと、必ず言ってますよね。よいしょ、フランシスコラミレスさん、こんばんは。加藤、だいぶこのヒートアングルだね。イブビスマ、後半途中から出場してたんだけど普通に良かったと。2点差になってから、なんか、よいしょ、俺が何とかしてやるみたいな気迫があって良かった。おお、危ない危ない危ない。よいしょ、いっくんさん、こんにちは。インテルさんもありがとう。 J1 優勝チームに勝利おめでとう、ありがとう。いや、今日はめちゃくちゃ嬉しいよ、本当に。やだやだ、もう、でもみんなすぐね、 J1 のクラブの人っていつもそうですよね、引き抜きの話ばっかりですよね。ね、 J1 クラブの人ってもういつもヴェルディから引き抜くことばっかりですよね。よいしょ、だこの夏は誰も引き抜かれないといいな。ちょっとありえないくらいディフェンスライン下がってる。よいしょ、ボールはクリア。南井のモナコ行っちゃったのは結構つらたんだった。ここは通しません。よいしょ、この2年半南井のを結構応援してたんで。よいしょ、つらたんだった。おおお、よいしょ、決まった、追加点、ベルディ。
怒らないで、怒ってるふりだから大丈夫。なんしょ、そう、昔のベルリンみたいに強くなってほしい。にっこり、にっこりしない。静岡はね、確かに、お魚が美味しいけど、よいしょ、もうお魚美味しいんだったら、アスルクラロさんとかでも、よいしょ、アスルクラロさんとかは最近どうなの？上がってきますね。よいしょ、よいしょ、リリさんこんばんは、おひさー。ほうほうほう、栃木がそんなに良かったんだね。うちら、俺らもなんとか勝ったぞ。お、おめでとう。よそ、あ、やばい。よそ、よそ。そうなの、上入れからね、名前が変わったんですよ。いいフットボールになったんです。です、でも、毎度おなじみの、キーちゃんの実況ですね。サンチェスのセーブ、待ってんすよ、バスケスも。サンチェスのセーブっていう面白い言い方をした。あら、ふかしちゃった。いや、このカビラさんのさ、実況はいつ聞いても面白いね。コントロールがうまくいかなかったですよね。ビビニキさん、そうかな、ビビニキさんはリファーレン勝利おめでとう、 FC 東京に勝ったんだよね、おめでとう、おめでとう。そういえば来月さ、パリサンジェルマンと川崎の試合をさ、同時視聴しようと思うんだけど、その時は川崎応援します。ここでカウンター、もう決して、よいしょ、まあ今日のお返しというわけじゃないんですが、なんか川崎さんがパリに勝つところを応援します、今度は。うん、メルリーさん、リヒトのことでお話はちょっと、もうその話は何も受け付けません。よいしょ、もうリヒトすごかったねとかならいいけど、うちに来ないかはちょっと、よいしょ、よいしょ、よいしょ。北沢さん、古巣のベルリンについて何か一言。ンドカボニフェイス、うん、そう、天皇杯なんかね、今 J2 のチームかなんかね、調子いいんですよ。コンディションの差とかもあるのかな。もう一度、リナちゃんうちに来ない、本当、よいしょ、お、決まった、よいしょ、よいしょ、よいしょ、本当、よいしょ、さらに点差を離していきます。 うまい、ちょっとシュートの練習になってる。 PSG 対川崎の試合、ゴール裏の席行くので楽しみです。いいな、シュート本当、ベルリーも昔はレアルとやってたんですよ。うん、リヒト君はベルリーの、最近なんかもうベルリーで一生プレーしますっていう人はお金の都合もあっていないので、そういう選手がさ、まあなんか、まあ、まずはそういう選手が出てくるっていうことがさ、一つの目標かもしれない。メンバーチェンジをします。でもスーパーな選手がいたらベルリー退団しちゃうからな、藤田とか。うん、ほどほどの選手だよね、あのワンクラブマンになってくれる人って。ここはカットします。うん、 J1 のクラブは7チーム敗退したのか、残ってるのは11チーム？お、それがここに来るんだっていうの。よいしょ。おっとっと、フロサポです。気づいたら負けてました。あ、フロサポの綿棒さん、お疲れ様でした。いや、今日は再戦ありがとうございました。ここでファールがありました。あれ、これ誰だ、誰だろう。この、カードが出てるけど、誰だ、背番号も一致してないし、あ、これ貢献か、あ、背番号一致させてますね。注意してほしいですね。そう、SA さんもこんにちは。うん、だってスーパーな選手がいたらさ、ま、普通に考えてみてください。あの、あ、やば、あ、これはやられた。お、マテウスが、実際ナイス。そう、南野とかさ、そういう選手がさ、一生セレッソで、プレーするわけないじゃん。いや、ま、こう、別にセレッソバカにしてるわけじゃないんですけど、プレーするわけないじゃんって言い方が悪いですね。プレー、しないじゃん、あの、ま、ちょっと、セレッソとしても、ちょっと、南野ほどのスーパー選手を、セレッソに、とどめるのって難しくない？
もう香川とか、もう香川とか乾とかもそうですが、まあ乾は最近ちょっとあれでしたから、けどもう一生ずっとプレーするのって難しくない？嘘、ま、ちょっと失礼な言い方だったらごめんだけど、まずそうなの、すごい人がいたらやっぱりお金持ちのクラブに行っちゃうのもしょうがないと思うの。まずよいしょ、逆にケンゴさんとか、ケンゴさんとかはもうすごいよ。一生川崎フロンターレでプレーしてたから、すごいと思います。今日ケンゴさん、今日の試合について何か言ったりしてました？よいしょ。よいしょよいしょ。このクロス。よいしょ。これを読んでいた。これは合いません。よいしょ。そう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 。うん。そう、あの、メッシですらさ、そう、あの、メッシですらさ、ずっとバルセロナでプレーすると思ってたあのメッシですら、パリに移籍しちゃったんですよ。もうワンクラブマンって、そう、バルセロナですら難しいんですよ。だったこう、ベルディみたいにお金がないクラブで、ワンクラブマンってなると、なかなか難しい。今日の勝因は何ですか？まあ、やっぱり、モチベーションが高かったってことです。もう、この、轟きで何かこうやってやろうっていう気持ちがベルディの選手すごい高かったと思います。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。皆さん今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。嘘嘘、ありがとうございました。ベルディが圧倒的な強さを見せ勝利しました。まあでも川崎の方がね、やっぱりと総合的な力ではまだまだ、まあ、パス回しもプレッシングもフィジカルも全然叶わないなって思ったんで、もうあのレベルを将来はベルリンもなってほしいなと思うんですが、そうそう、トッティもすごいよ。まあ、トッティもね、何回もね、レアルに行くんじゃないかとかいう説もあったんですが、まあ、トッティもタイミング次第ではレアルに行ってたのもあったのかも。アビスパのバンディエラのジョーゴさんとかもすごいよね。よいしょ、スーパースター。まあでもスーパースターはビッグクラブに行っちゃって、さらに移籍しまくるのはしょうがない。そうで、メッシはクラブとのごちゃごちゃもあったけど、岩田とベルディが戦うって黎明期の天皇杯ですね。ちなみにベルディが優勝した時の相手が、さ、ベルディが最後に天皇杯優勝した時の相手がジェビロでした。2005年の元日かな。でもその次のシーズンで悲しいことにブラジル代表のキーパーがいたことですね。ね、なぜ一発勝負だとやっぱわかんないよね。もしシーズンでの順位だったら全然負けてるんですが、一発勝負だったらわかんない。キム・ジェンヒョンさんも、あの人もセレッソ一筋だからすごい。やっぱなんかクラブで一筋の人って、お金以外のものでも、やっぱクラブに愛情とか感じてくれてるんだろうなって思って、すごい嬉しいです。長澤選手ね、出る時もある。出る時もあるとしか言えない。たまーに、今シーズン2試合かな？ 2 試合か、3試合。確か、マテウスが復活するまでは、ちょっと出てましたね。っていうことで、次は、じゃあ、でも今日のベルディの勝利嬉しい。ということで、オンラインクイックマッチをやってみようかな。うそ。こげすすめさん、こんばんは。こんばんは。ワンクラブマンって昔は、今はいっぱいいたん。今のベルディ一押し選手は、やっぱりね、この、まあ、今日は、ほどほどだったけど、荒井瑞希選手かな。まあ、梶川選手とかも、梶川さんは、マジで中盤のダイナモで、中心的な存在だね。あと、キーパーのマテウス。この人は、ブラジル代表で一緒に練習してました。試合に半年出てなかったのに、なぜかブラジル代表に呼ばれて、はい、一緒に練習してました。あ、すごいことです、マテウス。そして、先週、まあ、今週か、
先週土曜日の試合で復活しました、マテウス。今日が2試合目だったんだけど、ほんと驚くべきパフォーマンスでした、マテウス。よいしょ。いつか帰ってくれればいいかなと。瀬戸さん、待ったね。よいしょ。ちょっと南イーノは、南イーノは、帯同した時にアリソンと中身入れ替わった説。うん。他のクラブから戻ってきてくれたり、エモいですね。川野とかね、ベルギーだと。川野とか高橋宗平とか、あと富澤さんとかですね。あとみんな戻ってきた時微妙だったんだよね。そう。カジュアルの、クイックマッチはカジュアルなのでミッション対象外で選手成長はなし。あれ？あれちょっと相手落ちちゃった？ご利用は計画的に、オッケー。オッケーです。匂いそう。匂いそう。いっそう。ほんと、ベルギー。まあ、今日はね、全員がスーパーだったと思う。マテウスも、マテウスと、んどかと、まあ、マテウス、んどか、佐藤涼河の活躍が特に印象に残りました。クエカロアホ、エストイピエンド、スペイン語ちょっとわかんない。ちょっと通信状況が良くないのかしら。よし、もうちょっと強い CPU でやってみましょう。相手が見つかったからが長いのか。あ、コマさん、またね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 。またね。とりあえず今週末は、ベルディとなでしこジャパンですね。なでしこジャパンもあるよ。今週末は、ベルリーは、千葉と試合です。千葉と試合です。天皇杯があったから、やっぱ、天皇杯、水曜日にあって、土曜日に試合だと中2日できついからね。今 J2 もめっちゃ日程きついよ。匂いそう。よいそう。はあ、じゃあ。めちゃめちゃきつい。これか。このツアーイベントってやつをやればいいのかな。よいそう。これ。J1 は3試合が土曜日か。ちょっと AI 戦をやってみます。相手は、これどこ？このクラブどこだろう？見たことある気がする。あ、モナコかな？その噂のモナコかな？マドリーロサス。あ、南米のクラブか。ちょっと知らないとこだ。いや、待ってよ。これさ、アトレティコじゃない？もしかして。アトレティコか。あ、アトレティコの偽名ですか。アトレティコの偽名だね。コンドグビア。川崎とジュビロ、アトレティコか。ま、赤と白ですからね。ま、マドリードで辿ればすぐに分かったかも。フットゴルフでなんか始めたらしいよね。さあ、アトレティコ、強いんでしょうか？やってみましょう。ま、なんか小池選手の顔の再現度高くない？マテウスはもう別人。いや、これマテウスじゃないか。オブラクか。川崎倒すのはさすがにえぐくない？えぐい。いや、それだけの偉業を成し遂げた。頑張れ、頑張る。もう監督堀さんになってるけど、上福さんを獲得すればよかったかな。ちゃんとかちゃんと再現されてる。ダジャレを言ってしまった。ちゃんとか。ちゃんとプレッシングをかけてくるかな。
そうでもないか。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。全然プレッシングかけてこないね。シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。選手の調子能力だいぶ変わるから気をつけてね。あ、ちょっと調子を確認し忘れた。南イーノのちょっとリバプールのから移籍したのはショックだったよ。おいおお、ベルディッチ、おいっち、おっ、よそ、よっと、ひょ、縦を切る、森田、ちょっと相手が、さっきのところよりは強いけど、ここはつながりません。ちょっと物足りないですね。よっ、よっと。アトレチコでベルリ、ちょっとアトレチコ、中身はアトレチコでも AI がねそんな強くないから、川崎によう勝ったような、本当それありがとう。ちょっとこれ途中からでも変えられるのかな。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。俺らの力見せてやれよっていうやつ。嘘、途中から変えられないか。ちょっと待って、これはあまりにも相手が弱すぎるので、ちょっと物足りないので、間違えた。よそ、一旦中断しようかな。よそ、あ、これ途中抜けみたいなのは できないのか。これは繋がりません。ちょっとあまりにも弱すぎる。パスをカットしました。うん、そう。裏を狙っていきました。途中落ちはできないですか。タクティカル。うん。途中で変更はさすがにできないか。ウッディさんこんばんは。マリノスサポーター。まあちょっと。雑談しながらやるにはちょうどいい難易度だね。まあ、雑談しながらやれる。ウッディさんいらっしゃいませ。よそ、最近藤田が頑張ってるようで、お、点を決める。よそ、本当このゲームベルディで勝つの大変。うん、ゲーム落とすしかないの。じゃあとりあえずもう大量得点で終わらせよう。ウッディさん、コンリラ。よくわかんない、チンピンの敗が終わってしまった。そう、あの、土地に敗れてしまったそうですね。いやー、北澤さん、これはなかなか予想できない展開でしたね。先ほども、まあちょっと、これはね、雑談しながらやるにはちょうどいい難易度だってことで、ゴール。これはクロスバーよりわずかに上。雑談、コメント見れる。ここは枠に行っときたかったですね。今日は現地の選手紹介発表はお互いホーム仕様の映像でした。ほう、うん、ボンドグビア、やっぱ天皇杯だからニュートラル扱いなんだね。ここは対応します。天皇杯って本当はどっちかのホーム扱いじゃないはずですから。さあ持っていく。まあでも開催地の都合でいちいち中立地開催でやってたらめんどくさいからね。素早いパスですよね。上がっていきます。一応どっちかのホーム扱いになってるという感じですが、キーパーだけやたら強くないですか。コントロールシュートの練習しよう。 R1 とシュートボタンでいいのかな。山本、うん、いいよ。 この位置から、おお。フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。これ水木か。いいですね、この積極性が。現地でゴラスを叩き込まれたのを見続けた。おお。天皇杯の、そう、合格発表みたいに。あ、なるほど、試合がなかったそうですからね。うそ、取れる。おお、危ない。マリノスはね、栃木に負けたんですね。開いた瞬間狙ってますからね。元気か。ミドル得意ですからね。元気です。レビーさんどうも。フーニャ得意のミドル。アトレティコは AI のレベルが低くても選手の能力が高いから。いいボール入りますよ。クロスの練習しとこう。おお、これ決まんないんかい。
R2 か。イタリと合わせてきましたがゴールになりません。マサと中に入ってなんかトチニがすごい良かったらしい。トチニ J2 なんでベルリンも警戒ですね。よそ、お、うまいですね。取れない、ノー、取れない。1対1が強い。よそ、ちょっとべ、それもね、ベルリンもね、あの下のカテゴリーのチームに負けたりしたら割とショックなことあったんで、わかる。それはちょっとね、今回は勝てたけど、おお、なんでそっちにシュート決定だ。よそ、ちゃんと枠を狙ったんですよ。よそ、お、インターセプトできました。さあシュートまでいけるか。よそ、よそ、よそ、入った。トチニとベルディにはリーグ戦でも期待していいのかな。またリーグ戦は分かんないかも。うん、一応下位カテゴリーのチームが開催するスタジアム優先権があるのマジで上位クラブだと思ってたわ。よそ、今まであんまりなんかアジスタと、あーでも西ヶ丘はいいと思います。西ヶ丘雰囲気のいいスタジアムと、あ、エスパルスもお疲れ様です。音速の気候さもどんまいです。青竹さんこんにちは、こんにちは。カードが厳しいな、カードが厳しいな。注意してほしいですね。西ヶ丘はねすごいサポーターと選手の距離が近くてね、イングランドのスタジアムみたいな雰囲気ある。負け仲間いっぱいだーって、FM さんこんばんはーと。よいしょ、いつもアップセットは、そうだね、そうだね、ホンダロックとか、あとなんだっけ、法政大学とかに負けたりしてましたからね。なんか勝ったの初めて、もしかして上のカテゴリーのクラブに。嘘、キーパーが強すぎるな。嘘、西ヶ丘近いね、羨ましいです。カウンターですよ。ありゃ、デパウル、グリーズマンが受ける。ね、個人的にウイレがね、FIFA よりもいいなって思うのは、選手のね、距離感が、なんか FIFA よりもウイレの方がリアルな気がする。FIFA は、そこにいるのっていうとこにいるときあるから。いきましょう。抜いた、よいしょ。そう、まあちょっとこれ CPU のレベルがすごい低いので分かりませんけどね。マリノス、ホンダ FC に負けちゃったのか。ホンダもやります、強いですね。そういえばホンダのさ、 J リーグクラブって何かありましたっけ。ドリブルからシュートっていう個人の力なんか見、ホンダ、マリノス、日産がホンダに負けるってすごい悔しいみたいなのやっぱあります。うん、嘘、こんなに簡単には絶対決まんないね、現実ではね。さて北澤さん、嘘、前半の印象をお聞かせください。ベルディとしては格上相手にこのアドバンテージは驚きで、フロンターレに勝ったことは感慨深いね。センターフォワードに当てるの好きですね。とりあえず分かりやすいよね、センターフォワードに当てると。ヘロー、マイプを、エビさんこんにちは。とりあえずセンターフォワードに当てる攻撃は一番分かりやすいよね。日本代表も多用しててワンパターンに攻撃がなってたぐらいです。うーわ、マジクリーズマンえぐい。マリノスはどの選手も良かった、ただ決められなかった。なるほど、うん、やっぱグリーズマンほど有名な選手になると顔がそっくりですね。ちょっと太いかな。いいシュートでしたね、見ているこっちも気持ちよかったですよね。 How are you? I'm fine, thank you。 いいシュートでしたね。 CPU レベルは低くてもシュート、このえぐい。うーん、嘘、あのスキア、まあ、あのスキアはちょっと、あのスキアは荒れるからやめとこう。あのスキアの話題、あのスキアは、わかんない。むしろ、
そんなことしたらもう大バッシングだと思う。これは合いません。嘘、なんかもう日和見主義者だって。嘘。山本、よいしょ。もう一つ前に行きたい。お、インサイドハーフが裏抜けしてくれの偉い。すごい反応を見せました。今のは決められてもおかしくないですよね。インサイド、今のグリーズマンが打ったところあたりからのフィニッシュだった。ナイスセーブ。今日これが初めてのコーナーキックです。ちょっとちゃんとの使い方が分かっていないやん。そのちゃんとはね、守備の時に使うんだよ。東京ヴェルディコールは。嘘。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。あと川崎さんの思ったのは、やっぱプレスのかけ方がね、めちゃくちゃうまいなって思いました。長いリード前線へ。やっぱ川崎の選手はね、ただ単にフィジカルが強いとか身体能力高いだけじゃなくて、対応します。プレスのかけ方もめちゃめちゃうまい。深澤、サッカー観戦するならやっぱりゴール裏ですね。先ほどから厳しい要請にあっています。そうですね、まあ、自分が特に応援してるチームじゃなければ、そうやってチーム全体で、メインスタンドかバックスタンドからみたいです。よいしょ。よいしょ。森田、メインスタンドでなんかゴール裏で見るのいいんだけど、ぶっちゃけゴール裏からだと試合の状況が分かりづらいみたいなとこないですか。試写内入って気まずかった、これはキーパーいい反応。ベルディは2本目のコーナー。確かにゴール裏は最初に初手で入るのは難易度高いかも。初手ではゴール裏はおすすめしないかも。バスケスバイロも佐藤亮がもしで渡ってしまった。うん、よっしょ。取らないでね、取らないでね。よそ。これで一番ショックなのがさ、佐藤亮があたりがさ、川崎に移籍したらやばいよね。まあ、まだそのレベルじゃないと思うんだけど。来ましたよ。よそ。カットします。ひよ。あ、滑ってしまった。無駄に滑ってしまった。これは積極的なチェック。これはファウルではありません。ひよ。と、あと、良くないパスだ。うん。今日、栃木に行った人。栃木に。左サイドのドリブル。栃木と、横浜だったら、日帰りは、ここは繋がります。余裕かも。うん。あ、でも栃木に行って割と、電車の線が不便なとこある。気をいしそう。前半で先制したのが大きかった。うん、そう。山本、これはファールです。うん。いいよ。縦パス。お、これオフサイドか。オフサイドか。オフサイドですね。うん、そう。今日はゴール裏の結構前の方だったので、初めてのガチガチに手拍子叩きまくってた。今も声出しできる、できますかね。しっかり守ってカウンターを狙うと、ベルリーは今日声出し OK だったっぽいけど、声出し OK なとことそうじゃないとこあるんでしょ、天皇杯。よいしょ。おっと危ない。うわ危ない。わ、声出しはダメか。ちょっと勘違いかも。と、今日ベルリー見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどね。はい、どうもこんにちは。まあ、みんな負けたくらとこも方も、ちょっと対戦してくれた方もお疲れ様でした。どこもまだか。あ、ベルリーもちょっと怒られてたのか。そこはちょっと気をつけないとですね。よいしょ。目出しダメでしたか。現地情報ありがとう。よいしょよいしょ。あとさ、今日ベルリーのサポーターの方が、おいや、水君が今日ゴール決めてほしかった。北澤さん、いいシュートでしたね。今の決められていたら、ACL もあるんですね。ACL とかもう夢舞台ですよ。次の皮1枚繋がったというシーンでしたよね。うん、嘘。 ACL はまさに夢の舞台って感じがします。戦えることがすごい名誉。マリノスはまだ優勝したことがないから、優勝できるといいね。
うわ、相手の選手のアドリーロサス絶好のチャンスものにできません。前に行こうシュートかもですけど、ね、えぐい、ちょっと慌ててますかね。よいしょ、このちゃんとの再現率高いな。よっと背負ってワントップに当てるたいとこだけど、ここのハーフレーンの選手に当てる。うん、ちょっと相手のプレッシングがなさすぎてどうしたらいいのか逆に分かんないとこある。梶川やっぱサッカーにおいてプレッシングの重要性というのをひた感じます。上がっていきます。よそオブラコー、よそベルディ、このビッグチャンスものにできません。さっさとリョウがいただいて ACL 浦和の、ね、リョウが取らないで、よそドカボニフェイス、うん、ね、そうプレスがね、何もないからね。かといってゴール前にブロックを作ってるわけでもなく、ズルズルと下がるだけ。ね、そういいボールですね。で、止まってるもんね。こんな守りしてたらね、もうシメオネ監督がもう怒り狂うと思う。シメオネ監督がまたまたビッグチャンス。この時間帯リズムがいいですよね。よいそう、よいそう。先ほどから連続してますからね。さてと、そろそろ次はガチで戦いますか。マドリーロサスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ちょっと待って、CPU のレベルを上げたいと思います。どれぐらいがいいと思う？これは弱い。うわー、うわー、ちょっと決めきれなかった。リーグ戦でダメで、なんかチャンピオンズリーグで調子いいみたいなの謎の時あるよね。佐藤、今日のマウンザマ、嘘、遺跡話、遺跡説あるの、量が吹けない。あ、ヌジタップさん、スーパーチャットありがとう。ヌジタップ、チチチ、ヌジタップ、チチ、ヌジタップありがとう。ヨガはどこにもあげない。マテウスは、マテウスは、出る出る。よそ。出るって、遺跡のこと、遺跡はしないと思う。よそ。ヨガは今23歳だったはずです。23歳のはずです。まあ、若いよ。相手のレベルどこで上げるのかな。まあ、このロドリゴと久保とネイマールはわかるんだけど、この右の人誰だろう。この一番真ん中のさ、右の人って誰？誰誰、このちょっと優しそうな人は。皆さん、8月18日か。イベントから変えられる。いや、バイランもあげないよ。水木もあげないよ。まあ、ちょっとね、水木もね、今日の試合で、まだまだ川崎の選手には、ドリブルが通常しないなっていうのも、分かったと思いますので、まずは、J2 で力をつけていく必要がある。うん。リョーガはほんと来年分かんないのは確かに、そう。対戦相手決める前の画面下のところか。よいしょ。じゃあ次からは、ガチな試合をお届けしましょう。よいしょ。この設定かな？これでいいのかな？よいしょ。ベルディの子たちはなんでマリノスに送るの？なんか、要するにスカウトの人が、マリノスと縁が多いんじゃない？J1 昇格しても取られるっていうのありますからね、下手したら。で、J1 昇格したらその分予算が増えるから、まあ、ベルディも取れる選手は出てくると思うけど。このディビジョン分布えぐいですね。ディビジョン3でも上位。上位 2% くらい。いい。うん。8でももう半分よりも余裕で上なんだ。
パーチでも上位 30% くらい入ってんだね。うん。これ FIFA も同じぐらいの分布なのかな。リリアも FIFA だとディビジョン7と8の間ぐらいですけど。うん。2021のマッチデーで東京ヴェルディのランク1位だったから、ウィーレのヴェルディを誰よりも知ってる。お、すごい。うん。そう、これ、ヘロヘロさん、こんにちは。これ、ウィーレの後継ゲームです。あ、間違えた。間違えた、間違えた。一応、ウィーレですね。よいしょ。ここでいいの？あれ？フラメンゴと当たった。ディビジョン9だけど、ディビジョン2と、バグがひどいとか、もう治ったんじゃない？さすがに。半年も経ちましたからね。ここかな？よいしょ。これ相手のさ、強さ調整ってできました？よいしょ。できたのかな？よいしょ。ホステゴグルー監督。ほうほうほう。で、サクサッカーするようになってベルリーの選手が合うんだろうね。ふん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 。この相手はね、AI のはずです。よいしょ。まあ、だんだん強くなってくのかな。イベント戦のメイン画面、ここは、まさか、まだ弱い相手ですか。あれ、フラメンゴにジョーハートがいるんだけど。よいしょ。ワイナルドもいるんですけど。これさ、相手 AI じゃないの、もしかして。ちょっと変に時間使っちゃって申し訳なかったかな。相手 AI じゃないの？え、クリロナとかいるんだけど。うそ。あ、レベル変えられないな。じゃあ人間とやらなくちゃ。カバヤマとかどうですか？カバヤマ、カバヤマってマリノスの人でしたっけ？大事な初戦を迎えました。新たなライバルたちとの戦いが始まります。よいしょ。このゲームの舞台はリオデジャネイロにありますエスタジオドマラカナ。マラカナンの秘訣の聖地として知られています。この時間は芝のグラフィックはいいよ。おっと、こちらをご覧ください。パスミスしてしまった。取れる。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。よいしょ。おい、おい、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー、おい、北澤、おい、おい、おーそ、いやー、今は惜しいし、ディビジョン中だから、リーグ戦で言うとオリジナル編成なのかな。カバちゃん、マラカナン、マラカナンの、マラカナンの悲劇。マラカナンの悲劇は、ミネーロの惨劇によって塗り替えられました。よそ。うん。よっしゃ。決められなかったか、中央。よっしゃ。いや、思い切って打ってきましたよね。全然わからん。いい試合ですよね。うん。よっしゃ。ちょっとね、J リーグの選手名鑑が手元にあるんで、それを見てみたいと思います。よっしゃ。よっしゃ。ワイナルドゥ。今日はまだ名前がいいね。フラメンゴの選手一人もいないと思うんだけど。あ、普通に、さっきよりは強いかな、相手。選手の能力、ロナウドは全然ボール取れる気がしない。ファウル。宮市亮選手、名前だけ見たら取りたい。いい位置まで持ってかれましたからね。皆さん、ビビらずにやろう、マジで。うん。すごいね。マリノスとヴェルディは J リーグのスタートの時の J リーグ開幕した時のライバルですからね。
まだある。よっと取れた。こういう時は一旦つなぐ。ひょっとつなげる。お、つなげる。お、ダメだ、滑っちゃった。よいしょ。いいですね。個人にゴリゴリは注意。よいしょ。取れる。このね、危ない。あ、今の PK とか取られたらさすがに泣くね。うん。山本。山本。山本、元気か。しながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね。はい、やっぱポゼッション。自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。このワンタッチで旗そこに出すのは難しかった。当然必要になってきますよね。そうなんですよね。ただボールを出すんじゃなくて、うん、次のプレーがしやすい位置にパスを出す、ね、なかなか J2 でポゼッションが主体のチームってあんまないよね。今んとこテクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。そりゃそう。ここで前を向けるか。よっそ、YKさんこんにちは。よっそ、このね、ベルディの勝利記念に久しぶりにイフットボールを遊んでます。よっそ。ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。んだーんたーら、両チームチャンスはあったんですが結局ノースコアで終えたという前半でした。いや、点取れなかったね。戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。よし、点取りに行くぞ。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから。よいしょ。また違った展開になるでしょうね。お、ここ、お、あ、なんかフラメンゴ対東京ベルディ、これは決めない、惜しい。よいしょ、おこれはどうだ。うわー、キーパーが強すぎる。いやー、よく反応しましたね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。比嘉さんってちょっとね、イリアが覚えてない選手だったかも。よいしょ、名前は覚えてるけど。さあ打てるか。ひょー、決まった。来た、先制ベルディ。まあ、ベルディにもウンドカはいます。ベルディようやく均衡を破ります。ね、N とね、N と M で始まるアフリカ系の選手ってね、なんかね、本当はなんか読み方が難しくなりがち。 M ボマもさ、ウボマだったり、あとムバッペも M バペだったりするけど、 M と N で始まってる選手ってなんて呼んだらいいかわかんないんだよね。ガーヒーはほとんど出れなかったんだ。あ、やはり。いや、欲しかった先制点をいい時間帯に取れましたよね。はい、これでこの後半だいぶ戦いやすくなりましたよね。よいしょ。イリアもうっかり失言をしてしまうことがあるから気をつけないといけない。よいしょ。なんしょ、よいしょ。クリスティアーノ・ロナウド。こないだカニコちゃんに、もう光リリアは、もうなんかすぐに爆弾発言をするから怖くてゲストに呼べないとか言われちゃったからね。よいしょ。あって、カニコさんの名前を出してしまった。よいしょ。さあ、ここでカウンター。よいしょ、よいしょ。小池。まあ、そんなことはないと思うんですが、気をつけていきたいと思います。よいしょ、よいしょ。どっか、チャンス、チャンス、チャンス。いや、惜しい。ここからカウンター早いでしょ。よいしょ。ここは対応します。はい、深澤、ここが空いてる。めっちゃここスペースあるね。おー、さっきのチームよりプレッシングが強くなってる。ヨッシーさん、またね、またね。そうね、まずはあとリーグ戦ですね。天皇杯とリーグ戦、天皇杯も勝ち上がれるとこまで勝ち上がりたいね。おっと、なんでそこで止まった。リオが、いやー、今のカウンター、ディフェンスも爆弾発言。ここは、よいしょ。そうですね、リスクを犯してでもラインを上げてアプローチに行っている結果ですよね。なんだろう、爆弾発言、ね、見事な、ね、ギリアの爆弾発言。ロナウドへ。よいしょ、ロナウド。うん、いや、やっぱりユリはいいぞ的なことを言ったら、スペースを使う。よいしょ。おほほほほほ、バーパスをしてしまった。何ぞ、ハーランドかホーランド、ノルウェー人も読みづらいですね。後ですよね。
借りて切り替えたいところですよね。また、おっと、あ、ファウルか。これはファウルです。うん。なんだっけな、なんだっけ。いや、やっぱり、嘘。時計を見ながら、長いホイッスル。なんか、女児向けアニメで、やっぱこう、まあ、このサッカー選手が抱き合ったりしてるのとかも見てるのもいいんだけど、やっぱこう、同性同士でイチャイチャしてるのが一番いいよねみたいなコバがまた出たらしい。マジで。この結果を踏まえて、評価をして、マジで。今日みたいないい試合を見せてほしいですよね。はい、ありがとうございます。スマホで撮ってる。よいしょ。そろそろお別れの時間となります。っていう発言をしたらドン引きされた気がする。北沢さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。小池さんはめっちゃ似てるね。昇格を決め、次のステージへと駒を進めます。あ、これ昇格したこと。ブラッシュブラッシュ、しおいそう。ほんとね、いや、やっぱあの人がハンターハンターのネタバレにならないように言うとですね、あの人がね、ボマーだったなんて想像できませんでした。ちょっとこの、じゃあ対人戦もやってみよう。うん、ここで皆さんに言っておかなければならないことがある。俺はボマーだってとこね。よいしょ。これは創設時の他の4人も知らないことなので、どうか責めないでやってほしい。ハンターハンターが間もなく連載再開するっぽくて、ちょっと楽しみです。マイクパフォ行こう。あの、マイクで煽るやつか。いや、そう。それ、プロレスじゃないですか？プロレスかな？うん。富樫先生。なんかね、ツイッターでね、富樫先生がね、なんか数字のついてる紙をあげるたびに、なんかね、すごいの。何十万リツイートとか、100万ファボとかされて。本当にもう、ただの落書きじゃんってやつもあるんだけど、やっぱ富樫先生の人気を感じます。うん。そういうちょっと煽り系のやつもあるんだね。うん。さて今深夜1時半だから、マッチングしないかも。エンペラータイム。ヘブンズタイムもあります。みんな待ってる。ヘブンズタイム。うん。うん、そう。なかなかマッチングしませんね。うん。あれ？ベルリーのジャッジスルーみたいね。そう、富樫先生のツイアカさ、いくらなんでも適当すぎるよね、あれ。よいしょ。適当すぎるよね。対密だ。e フットボール。う。まあ、FIFA でも、こういう時あるし。うん。そのチーム力で対人に行く無謀な人は滅多にいませんからね。なるほどね。あれ、あれ、これもしかして。It's freeze.フリーズしてますね。あ、ゲームか。フリーズしました。Pounds of weather in there. It's cloudy. フリーズしました。ちょっと待って。よいしょ。若干フリーズする。よいしょ。
かん。フリーズする。よいしょ。つん。心はレイに、うん。リリアはちょっとね、勝ったので、心は。うん、うん。フリーズしてるかな？よいしょ。確かに、結果だけ見て敗退っていうのは、ちょっとつらたんですね。なんかやっぱり、応援してるチームの試合見たいよね。バットの接触なのかな？いいよ。リリさん、お疲れ。ちょっとこれは、今日は終わりにした方がいいのかもしれない。さすがに。いつも遅くなっちゃってるからね。ちょっと遅くまで。みんなありがとうございます。ダメだ。これは。これさ。ここでさ。FIFA やったら怒られますか？よいしょ。最終節セントリーで、まだ天皇杯が残ってます。天皇杯は言い訳に使わないでください。ホラゲーをやれというお告げでは、配信画面がおかしなことになってた。マジ？なんか、怖い。うん。よいしょ。怒られない。ちょっと。ちょっと、一周だけ FIFA をやって、違いを味わってみようかな。よいしょ。今、スチームで、なんかいろいろ始まったらしい。コーナーを見つめ続ける。マジ。これさ、今来た人が、あれ、イーフトって言いながら、こいつ FIFA やってるぞって、怒られないから。ちょっと心配。だけど、まあいいか。よいしょ。あ、ケルプさん。スーパーチャットありがとう。ケルプ。ケルプ。1969円も。ありがとう。ベルディ勝利記念。一緒に応援してくれてありがとうございます。よいしょ。あれれ。よいしょ。ほんとに、いつもありがとう。よいしょ。ほんと皆さん、いつもありがとう。ちょっとこの、最後 FIFA をやってみたいと思います。そう。おかげさまで活動ができてます。うん。こんばんは。高見さん、こんばんは。なんか変な声が入ってました。こわ。浩平さん、こんにちは。よいしょ。ということで、e フットボールと言ったんですが、ちょっと最後に FIFA 一戦だけあります。FIFA やる。よいしょ。ありがとう。この間ね、2時間のつもりでやってたらですね、なんと4時間もかかっちゃったの。FIFA はスムーズです。うん。若干、e フットボールの方が FIFA より重いのかな？そんな感じする。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。あれ。今度、フォールガイズの視聴者参加型やって、参加型いいね。まず、クイズのやつをやりたい。よいしょ。イーフトやると言ったの、あれは嘘だ。ま、やってましたよ。イーフト調子悪くなっちゃったな。ちょっと最後に FIFA やる。ちょっとコメ欄に自分のコメントしとこうか。最後に
FIFA あります。多分ね、グラフィックはね、イーフトの方がいいんですよ。イーフトの方がね、クラはいいと思う。そう、ヴェルディ、すごい危機的な勝利だった。今シーズン一番感動したっていうか、もうしばらく、最近、ここ最近の試合で一番良かったです。よいしょ。よいしょ。そうだね、堀さんの時もね、町田戦、なんかほんと素晴らしかったんだけど、うん、それ以上だったかも。さあ、最後に南野を、じゃベンチに使おうかな。あ、よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。三好は、アントワープでプレイしてんじゃないのかな？今違うのかな？嘘。長井さんの話はもうやめとこう。嘘。ん。でも神戸にいると思う。ん。嘘。よいしょ。よいしょ。あ、南野も。ベンチ入りさせよう。ベンチで使うか。サンチョの代わりに。南いいの。うん。よいしょ。正直メアリーさん、こんにちはーと思う。そうそうそう。いや、最近、失点がめちゃくちゃ多かったヴェルディが、あの、J1 王者のフロンターレ相手に、無失点で終われたっていうのは、ほんとすごいことですよ。もうこれはね、もっと、讃えよう。うん。讃えよう。うん。よいしょ。まあ、もちろん、リーグ戦はね、またね、あんな前からプレッシングに来るチームって J2 にないと思うので、またまた、それはそれで難しいと思う。ね、よいしょ。もっとね、ヴェルディを警戒してくるからね、J2 のクラブはね。うん。嘘、うん。嘘。鎌田もいる。いや、南井のリブプル去るのはほんと、あれ、辛いです。堀さんは、まだわかんない。これからはね。嘘。やったー、これでモナコに死ぬに行けますって。モナコに行っても、応援はしてるけど、試合は見れなくなっちゃうかも。うん。うん。そう。ここで入れてみよう。うん。使うかはわかんないけどね。よいしょ。フチタ、チョエルチマ。チョエルチマ。チョエルチマ。うん。やったー。そうなんだよ、ベルディ強くなると、選手を抜かれるんだよー、なんで、お金がないからだよ。うん、うん。うん、うん。うん、そう。うん、うん、うん。うん、そう。ちょっと、さすがにこの時間、人がいないのかな？うん。本人がジョエルって呼んでほしい。うんうんうん。ジョエルの方がいい。まあ、このベルディっぽいユニフォームで、あ、今、e フットボールは一旦終わって、FIFA に移動しました。吉尾さん、こんにちは。いつから応援、ベルディ応援しているんですか？生まれた時からかな？対戦相手が試合から去りました。あれ？そう、佐藤雄平さん。韓国2部の ACL に出てるクラブに行ってるらしい。前南、ドラゴンズとかだったかな。うん、そう。うん、うん、うん、うん。お。
めちゃめちゃ強そう。このセンターフォワードの人誰だ？顔が隠れてる気がするけど、エンケティアかな？うん。人によっては渡辺一馬が妻に思えちゃう。うん。よいしょ。相手ちょっと FC 東京っぽいユニフォームだな。これは負けられん。よいしょ、よいしょ。ちょっとね、ここはガチになりそうです。おー、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。さっきまでとは、全然緊張感が違う。やばい、このクリア。さあ、北沢さんから、福西さんに解説が変わりましたと。おっと、危ない。めっちゃ飛び込んでくるじゃないですか。よいしょ。よいしょ。ここだ、ここ。さあ、一旦かわして、切り返してのシュート！おー、キーパーが良かった。よいしょ、よいしょ。いいパスです。よいしょ。さあ、パスコースに、よ、いいとこに入ってた。よいしょ。よいしょ。打ってみるか。あ、入ったー！打ったら入ったー！思い切って打ったら入った。ルカク。ルカク。インテルに戻るらしいルカク。よいしょ。おーっと！危ない。危ない。すごいプレッシングだ。普通に、いいコン、シュートだった。よいしょ。ちょっと、おっと。ルカク、ルカク、ヘンダーソン、抜けない。ヘンダーソン、ちょっと。うん。よいしょ。よいしょ。私は耳が遠いのでしょうか。あ、ゲーム、今ミュートになってる？マジで。ちょっと待って、もう。でももう、触れないわ。福西さんの実況みんなに聞こえてない。よいしょ。お、いいね。いい感じで通ったね。よいしょ。エンダーソン、エンダーソン、エンダーソン、エンダーソン。よいしょ。あ、いい上がりですね。あー、惜しい。うん。よいしょ。まあ、東京サポの方かもしれません。よいしょ。オフサイド取れた。あ、ベルリーの勝ったの。ヤフーのトップニュースになってる。やったー、やった、やった。よいしょ。こう、相手のプレッシングを剥がしてく。剥がしてくよ。終わったー。あー、惜しい。スルーパスが通ってれば。やばい、やばい、やばい、やばい。プレッシャーがかけられてない。おっと、危ない。ギリギリまで引きつけたよ。よいしょ。引きつけて、おわ、これはやばい。助かりました。うちが負けたの、やっぱチャンピオン、ベルリーが、とどろきで、今2部のベルリーが、とどろきでチャンピオンに勝ったっていうのが、インパクトあったでしょうね。おっと、引きつける、ここはスペースがある、スペースあるぞ、運ぶぞ、こんなに寄せてこないなら運ぶよ。嘘。よっしょ。おっと。よーっ。どうだ！決まった！よし！完全に崩した。綺麗に崩したね。よっしょ、よっしょ。よっしょ。おっと、横パス、ちょっと読まれてる。あっぶな！やっちゃった！あぶな、ばばばばばばば。よっしょ。あぶあぶあぶ！やっちゃった！ふっしー。一人でパニックになってしまった。なあ。ちょっと落ち着きましょう。まだ勝ってるし。フロントアレファン。うそうそ。フロントアレファンの方は本当、まあ、どんまいでしたが、まあ、ベルリーも負けまくってるんで、ちょっと今日は勝たせてもらいました。うそ。危ない、危ない、危ない。いや、相手のプレッシングが、やばいな。すごいな。おっと。やばい。よいしょ。
一旦キーパーに戻そう。よっ。やっと空いてるとこがあった。嘘。お、怖い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 。さあ、ここ、スペースを使っていく。はい、横、横横横。さあ、ディフェンスラインの前にはスペースがあるな、この方。よっ、通し。嘘、嘘。落ち着け。落ち着け。落ち着け。よっとヘッド。惜しい。よいしょ。よいしょ。さあ、こっちもプレッシングをかけてこう。さあ、縦のパスコースを切るぞ。縦のパスコースを切る。あ、いいプレッシングだ。よいしょ。この間。そして、この、ここにスペースがあるよ。よいしょ。うん。イリアンさん、ヴェルディ昇格したら泣きそう。もう今日も泣きそうだった。もう昇格したら、泣いちゃうかも。いい意味で。嘘、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 とっとっとっと。こっちのテンポアップするタイミングを、読んでましたね。嘘。うん。次ここかな。ここの盾を切ろう。いやーと、繋がっちゃったか。盾を切ってたのに。嘘。やばい、やばい。やばい、やばい、取れる、取れる、取れる、入れ替わられてるー。あぶな。よいしょ。いいぞ。半泣きしてたよ、もう。やばい、やばい、やばば。カットイン。ナイス。よっと。よいしょ。危ない、危ない、危ない。おーっとー、ナイスキー。よいしょ。ナイスキーです。クリア。あら、あら、危な、危な、危な、あっぷな。なんか誰かに当たった。よっとー。あっぷな。よいしょ。カフェの、の、コミン。カフェを飲みましたか？コーヒー飲んでない。今日もう寝るからね。でもあんまり今、騒いじゃうと寝れないかも。とりあえず、パイエを投入します。南イーノはギリギリまで引っ張ろう。この攻められっぷりはベルディっぽい。なあ、確かに。2点差にしてから追い上げられてるのもね。嘘。次の岩田さん戦は絶対勝ってほしい。岩田戦も勝ちたい。嘘。おいしょ。おっと、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 おっと。ちょっとここ切り替えよう。切り替えよう。取れる。ナイスタッコを。ちょっとね、コントロールが大きくなったところを狙ってました。よいしょ。さあ、パイエ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 。よっと。よいしょ。これでどうじゃ。惜しい。パイエー。勝利の高揚感が、ちょっと、えそ、えそ、プレッシング。さあ、ここ、プレス、プレス、プレス。プレス。お、裏を狙ってたけど、これは引っ掛けました。やばい。エツペンティアス。よいしょ。横パス。ちょっとここの、ここのスペースを使おう。右のハーフ、右のワイドレーンが空いてる。そして左のハーフレーン。よいしょ、よいしょ。とうとう。とりあえず打ってみた。打ってみた。複雑なディフェンスが。基本的なディフェンスは苦手だけど、複雑なディフェンスは、なんか、得意。確かに。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい。やばい。よいしょ。はい、繋いでく。繋いでく。そして、スルーパス。あ、タイムが合わなかった。よいしょ。よし。あーっと、糸と合わない。糸が合わない。さあ、キーパーにはあえてプレッシャーをかけない。
やばいぞ、ここフリーにしてるよ。え、そう、下がりすぎだよ。あら、危ない。あ、危ない。危ない。ハッタ州はモチベ高め。サポーターあるあるだね。よいしょ。お、危ない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 。カナトはね、まだベルリーにいます。今日はね、ベンチも入ってなかったね。でも最近あんま、ベンチ入りが少なかったです。今シーズンあんま出てないかな。よーっと、素晴らしいタイミングで抜け出した。よいしょ、決まったー！いい感じ！完璧な抜け出しー！よいしょ。奈良はね、出てる。奈良は、リーグ戦は出てる。今日は出てなかったけど。よいしょ。ナイスゴール。うんそ。おうおうおう、うまい。うまいな。うんそ。よいしょ。鼻とみたいだった？よいしょ。よっと。この裏への抜け出しだ。ここだ。ここ完全に空いてる。どうだ？決まったー！操作ね。全然違うようでもやっぱ、まあ、ルールは同じだから、操作感は、ルールっていうか、操作感は全然違うと思うけどね。よいしょ。あ、これオフサイか。うん。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。おっと、ブロック。この歌を歌うって。お、やばい。あらー、危ない。ここで選手を変えよう。ここで南野を使うんだけど、これナメプだと思われないかな。大丈夫かな。フェルナンジーヌも入れよう。ナメプだと。ただ好きな選手を入れてるだけなんだよっていう。嘘。おっと、つなぎすぎた。嘘。えそ、えそ、えそ。南の裏への抜け出し得意だしね。あ、やばい。ちょっと、やってしまった。えそ。ほい。お、この、体寄せてるのに、強いね。やばい、やばい、やばい。やばい。やばい。うん。そうそうそう。スピードで、そうか、イーフトで、イーフトのおかげで、スピードについてきるようになってる？よそよそ。うん。よしそ。さあ、これも、ビッグチャンスなりそう。一旦止まって、よしそ。なあ、パスを出そうと思ったら、ダメでした。よそ、よそ。なーっと。ちょちょさ、こんにりゃー。よそ。よ、危ない。ナイストロー。ナイス。うそ。よいしょ、クリアです。さあ、ここで、左、いや、空いてるとこ、さすがにそこは読まれてました。ここを耐える。耐える。耐える。ここがクリアしていく。うん。さあ、セカンド回収したいですね。なかなか拾えません。さ、タキ、タキ、もうリバプールでのプレイは一生見れないのか。悲しい。よいしょ。あっと。よいしょ。よっと。よ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。運ぼう、運ぼう。運ぶ、運ぶ。運んでかわした。自分で行く。自分で行く。そう。よいしょ。よっと。ここの競り合い。よっと引きつけてのワンタッチで、ここの空いてるとこ、あいそう。よっと、ちょっと、ブロックされた。小倉さんはマジでいいのか。うん。もっと、ここは決め切りたかったですね。よいそう。よ、よいそう、よいそう、よいそう。これは、流し込む。よいそう。
来た、やった、ハゲ忍者さん、コンリレアです。嘘、うん、まあ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 、あ、これはなんか、終わった。うん、そのピンクのコスチュームはめっちゃ可愛いです、ありがとう。これ、EA スポーツのユニフォームなんだね。うん、そう、モナコはね、ケチャドバだ。モナコはね、ムバッペがいた時はすごいメンバーだった。ベルナルド・シーバーもいた。うん、次回作で性能85に上がってくるかも。よいしょ。うん、パチパチありがとう。ゲームも入ってなかった、もしかして。うん、よいしょ、ありがとうございました。シュッと、このロングシュートはすごい。うん、うん、あのジャージをデザインした人、これはちょっとやっちゃった失点だったね。すっごいプレイじゃん。ムバッペいたときファルカ思いました。あとモナコね、モリエンテスがいたときね、確か決勝まで行ってたと思います。モリエンテスで、モウリーニョ監督のポルトに3対0で負けてた。まあ、天皇杯負けた方が日程は楽になるのは確かに。うん、うん、うん、嘘、ひよ、ここ最後流し込むだけだった。チャンピオンズリーグでリバプールとモナコチャンピオンズリーグ出れるんだっけ。まあ、モナコモリエンテスがいた時にチャンピオンズリーグで準優勝しました。モリ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 エンテス、うん、そう、決勝がねモナコとポルトだった時がある。すごい地味なカードだった。で、ポルトが3対0で優勝。よいしょ、イナミーノ、よいしょ、酒井宏樹、モンペリエ、最近ちょっと気がしてたりもしましたよね。若横も、ふんふんふん、シュート数は互角だった。よいしょ、多分こっちの方が崩した形でのフィニッシュが多かったのかなって思いますが、うん、まあ、リリアスタイルはね、完全に崩したがるからね。1点目は遠距離からのミドルだったけど、基本的には崩したい。マネも、そう、マネもバイエルに行っちゃったなよ。マネもバイエルに行っちゃったなよ。うん、ダゾーンで中継以外で何か番組かな？嘘。やべっちはちょっと見たりしてますが。まあ、でもバイエルンか。うん。嘘。ふふふふ。嘘。うん、まあ、普通のシュートで点が一番多かったですね。うん、うん、ということで、本日は選手評価は2時になってしまった。いつも遅い時間だから
だんだんなんか配信の時間早くしていこうと思います。森田もスポルティングすごい、美味しそう。よかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれると嬉しいです。ゆず、あ、ミュートなってた。ゆず、よっそ、なっそ、なっそ、よっそ。それではスーパーチャットを見ます。よっそ、この時間でちょうどいいか。やっぱリリアこの時間になっちゃってるから、やっぱこれがデフォになってんのかな。デフォになっちゃったかな。ネスタランプさん、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん。いい感じに。よいしょ。え、ベルギー触りきれんの？うん。よいしょ。ちょっと待って、今月皆さんからの応援でだんだんリリアも大きくなってきました。マジで嬉しいです。ありがとうございます。よりねもっと質の高いコンテンツを目指して頑張っていきたいと思います。うん、むずということでスーパーチャットありがとう。エスタラブさん、よいしょ、よいしょ。キルプさん、あ、ヨシオさんもありがとう。ヌジタップさん、リョーガはどこにもあげない。ほんとそれ。うん。キルプさん、ベルリー勝利記念、ありがとうございます。ヨシオさん、ベルリーの勝利にありがとう。ヨシオ、チチチ、ヨシオ、チチチ、ヨシオ、チチチ、ありがとうございます。明日はね、何も考えてないから、明日は、ショート動画をあげるか、配信お休みかもしれない。配信お休みでも、なんかね、ショート動画はあげようかな。うん。うんそ、うんそ。うっそ。ナイスパー、ありがとう。ありがとう、ニッパッパン。うん。よいしょ。あとは、そう、今週末ね、なでしこジャパンもあるんで、そっちもよろしくです。そして、ベルギーの次の試合、よろしく、よろしく、です。です。で、ベルギーチャンネルの方でも、まあ、スパチャは解禁しようかなと思うんだけど、ベルギーチャンネルの方の収益は、まあ、ベルギーの応援に使っていくつもりです。こちらの、チャンネルでの収益は、イラスト代とか、そういうのを中心にしていきます。ホラゲーはね、めったにやらないよ。ホラゲーの切り抜きだったら作るかもだけど、切り抜きは作るかもだけど、もう、あれは当分やらないです。喉がね、ぶっ壊れます。なんぞ。ということで、お疲れでした。みんなね、人のホラゲー、見るのは好きだと思うんだけど、自分でやったらね、怖くても、飛び出すからね。うんそ。ということで、ベルディ、ナイス勝利。ありがとうございました。うんそ、うんそ。そう、ミレルさんもお疲れ。お疲れ、お疲れ。うんそ。お、ちょっと SU さん、また赤スパ、赤スパ。ちょっとありがとう。ありがとう。ちょっと待って待って待って。ちゃんと見ます。これは。お疲れ様でした。大丈夫？大丈夫。8は何よりもいいですね。中川さんもリリアさんいいもの見せて、見せてもらいました。ありがとう。ちょっと SU さんも、ちゃんと。嘘。嘘嘘嘘。ちょっと待ってね。ちょっとだけ待って。あ、間違えちゃった。嘘。SU、ちちち。SU、ちちち。おー。SU、SU、SU、
SU。 ありがとう、お疲れ様でした。あっちは何よりもいいですね。赤スパありがとう。大丈夫ですか赤スパ。うそ、中尾さんもありがとう。リリアさん、いいもの見させてもらいました。中尾、あ、ちちち、中尾、あ、ちちち、中尾、あ、ちちち、ありがとう。うそ、本当にみんなありがとうございます。このいただいたスーパーチャットはイラスト代とかで還元します。ありがとう、中尾さんもありがとう。それでは、じゃあ今度こそオッツです、オッツです。すごい、うそ、ね、オツオツです。うそ、ベルギー、マジで今日は素晴らしい試合をありがとう。ナイスパ、うそ、SU さんも、中尾さんもありがとう。さあ、うそ、うそ、めっちゃ、ほら、ゲーム配信は、そのうち、ということで、ケルプさん、青竹さん、ハゲ忍者さん、ミレウさん、ウォルターガイストさん、クシナナさん、マロトゥーラさん、SU さん、アカスパありがとう。いや、ありがとう。すごい、すごい。うそ、ヨシオさん、中尾さんもありがとう。レビさん、正直メアリーさん、鈴木さん、ヨシオさん、ハイバシラさん、うそ、ありがとうございました。ありがとう。みんな見てくれてありがとう。そしてベルリーの勝利。本当、本当に、信じて応援してくれて、応援してよかった。中尾さんも、もう一回スーパーチャットありがとう。中尾、ちちち、中尾、ちちち、中尾、ちちち、みんな、スーパーチャットは、無理です。ありがとうございます。本当に。よいしょ。イラスト台にします。それじゃまたね、またね、またね。ほんとありがとう。バイバーイ。よいしょ。またね。シュッ。シュッシュッシュッ。じゃあ今日は寝ましょう。ポイン。週末のジェフ戦も買ってくよ。